とう、みかんさん、あたりがたってじゃない、かわいい、ありがとう今日はダメですよ、私今日は私ダメだ。ダイハテトさん、姫、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、かわいいですか、ありがとうございますありがとう。かまちゃん、どうしたん、うん、なんかね、ニタニタ止まんないですよ、今日今日はね、良くないですね。ニヤニヤしちゃう日ってない？今日がそうです、ニヤニヤしちゃう日今日たくさん話してね、ありがとう、話してくれありがとうございました、ありがとう。いっていや、それな、ガチガチガチ、今日はもうめちゃくちゃ気をつけようと思ってどう思う、気持ちは、いや、もうマジでマジで本当にイヤイヤ期からニヤニヤ期です、本当にやばい。スマホリングです、なっちゃんからの。ワンの可愛かった、ありがとう。ふたさん、お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。背中はリボン、あ、そうですよ女の子にモテるのはどうなんだろう、ありがとう今日も目の保養だった、ありがとう、嬉しい、来てくれて。くたろさん、かわいい、ありがとう。ちょっと犬つけてみた、犬つけてみた。しおりさん、姫、ありがとう、お疲れ様です。30分ぐらい配信しますね。ああ、回復ってたまらない、今めっちゃ好き、あ、わお、スイス系女子、アービと話してエネルギーチャージされました、よかったです。お手シューリンさん、だるまありがとうキャワ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 、市川の構図じゃん ペットにしたい、ありがとう。今日撮ってなくて頭抱えてます、なんでなんで、なんで来てくれなかったの。ルサンさん、ハートありがとう、あの司会ありがとうございました、ありがとう。チュール、今日めっちゃ美味しいさ、わらび餅食べてめっちゃ美味しかった、ガチ美味しかった、世界で一番美味しかった。ハウスなんかさ、あのゴールデンウィークのさ、ショールームのやつ、マンゴーとかのやつ達成したらもらえるやつ券いただきました、券いただいたので、マンゴーじゃないけどメロンにしたけどメロン一玉と松坂牛と、あとね、もう一個、あと海鮮の、あれ、海鮮のやつとか あった、あ、しった、このうちお弁当食べれなかったって話してた、どういうこと、ほら、嬉しい、ありがとうございます、ショールームたくさん応援ありがとうございます、うわめたくさんなんか送る人送らない人すごいあれになってしまった、ごめんなさい。どうしもなんかな、このチーズルチーズル、新しめの動画ではない、いや新しめの、え、昨日かな、昨日上がったやつかな、レイクレさんのラップのやつめっちゃ悪いから見てほしい、え、私だけなのかな、私のツボに刺さってるのかな、わかんないけどガチで悪いから見てほしいめでられて幸せかみしめてます、お、やったね、オンラインでもゲームできたの、おお、スペイビー最高、川又家に送りました、一玉届く、楽しみ、あいい、チャリ旅は確実に面白い終わった人検索してた、終わった人面白いですけどね、そう、デイクレさんの
ラップのやつ見てほしい。でもマジで一人で笑ってて一人で笑ってて、リネちゃんに何笑いよって言われてって言われました。結構多分みんなにバレてるぐらいニヤニヤしてたのも見てください。第2弾3回見ました。ありがとうございます。おりこちゃんのやつぜひ無料で見られるらしいので、知らなかったら無料で見られるの見てください。ぜひ。でしゅんさんハートありがとう。読んだかな、わかんないけどありがとうございます。見てね。ああ、ラップでドライブです。そうそうそう、サングラス作れますね。何も見えないみたいだけど見えるようにね、改善しますね。確かにありがとうってくれて、作ってくれて、何もライオンって言われました。見てほしい。マッシュルまだ見てない、見るね。エリちゃん結婚してありがとう、今日お話が来てくれてありがとう。エリちゃんに会えてハッピーガールでした。ありがとう、今日も素敵でした、大好き、ありがとう。こんばんは。あとね、プレゼントでねいろいろいただいたんですけど、手紙とかいっぱいもらったりとかしたりしたんですけど、またポケモンのソード&シールドの拡張パックのパラダイムトリガーの箱が届いた。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。あんまり箱見せないでおこう、隠しとこう、落ち狙われちゃうから。あとね、いっぱいこれも届いた、嬉しい。ファンの人がね、開封しないでくださいって書いてくださったみたいでね、開封されてなかった。あと見て、クワスのやっちゃう、めっちゃ可愛くないこれ。クワスのあのスマホポコってやるやつ、めっちゃ嬉しい、可愛い。あとこれも届いた。あともう一枚入ってるのは誰だろう、楽しみ。とクワスのねポーチ、え、ガチ可愛いんだけど、クワス可愛い、しかもバナナ乗っとるし可愛い、いっぱい使います、ありがとうございます。戦えるね、うんうん、むい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 、ガチで可愛くて声出た、え、ガチ可愛いよね、クワス置いとこ。今日ねナーミョンとお話しして、ナーミョンとねお話しして、ナーミョンニャオハが好きなんだってっていう話をした。そう、ナーミョンとかなんかちょっとお隣で座る時に、それでちょっとお話結構して楽しくやって嬉しいだけ、一緒にゲームやろうねって約束した。どう、何タイプ、私何タイプだろう、何タイプだろう、私何っぽい、フェアリーにしよっかな、勝手に。これでゴーストとか言われたら、ゴーストフェアリーって言われてた。うん、フェアリー水ありがとう。草タイプ、草なんだね、すごいよねこのポーチ、どこにあったやろ、氷冷たいよ私。うん、あ、ミミッキュー、うーん、やった、じゃあゴーストフェアリーにする。アンピは草ですか、ありがとう。カズキン結婚してありがとう、カズキン久しぶりお話できて嬉しかった。私最後に髪の毛めっちゃいいと言ったんだけど、聞こえてたかな、ギリギリがっくりギリギリ駆け込みギョギョーセ駆け込み乗車しちゃったんだけど、聞こえてたら嬉しいな、めっちゃ良かったよ。ありがとう、おりこちゃんのメガネも最高、プレゼントもありがとうございます。何の耳、犬の耳、今日はそんな可愛い姿だったのね、ありがとう来てくれて。明日雨降るのかな、あ、そうなんですか、わお、聞こえなかった、悲しい、ありがとう。まるさん、姫かけ10、ありがとう。姫、今日来てくれてありがとう。最高の報告をありがとう。来金もいっぱいありがとうね。
ママが喜んでたよ。すごいすごいたくさんやってくださったんだねって、その最近こんだけやってたらしいっていう話をしたらびっくりしてた。エスパータイプ、私水フェアリー、水フェアリーにしようかな。あ、レインコートコーデしないんですよ。しないよ。なくた。バッチェル。チェル、チェル。これか。なんかさ、今日さ、めっちゃさ、みんながさ、電波悪いってみんなが言ってた。こっちが悪いんじゃないって思うぐらい。みんな電波悪いってみんな言う。みんな言ってた。みんな、見えない画面があって。5月はあんなと来金かかしさげました。ありがとうございます。太鼓、今日電波すごい快適だった。人によるんか、人によるのか。あ、レインコートしないんですよ。なんかね、ココナちゃんにもらったドレスみたいなのを着ますね。ぜひ楽しみにしててください。Wi-Fi 切ったらどうにかなった。あ、そうなんだ。マイさん、レンボスターありがとう。パワーわわタラタラさん、ありがとう。他のグループお話変わった関係あるのかな。そうなんですよ。うん、自分が映ってなかった。あ、そうなの。私途切れ途切れだったよ。来期に登録してるアドレスに連絡来るのかな、かな。結婚してありがとう。いっぱいお話できて嬉しかったです。ありがとう。明日も来る、楽しみにしてます。たくさん CD ありがとう。びっくり、びっくりすぎる。同い年なんかとびっくりした。ありがとうございます。ありがとう。やばすぎるやばい。ありがとうございます。7階の屋上でも電波2本だったから、自分の場合は自分のせい。屋上だったのか。ナイトプールは悪くないでしょ、絶対。全然悪くない全然悪くない。来季燃えてるアンピちゃん、なんかさ、今日さ、燃やしていいですかって聞かれましたその人燃やされたのかな、わかんないけど。グロージ、結婚してありがとう。なんで今日も明日も会いに来ないんだよ。なんか6月4日楽しみにてます。今日も定点ありがとう。ずっと尊くいますねメンテナンスしてました。あ、そうなの。車の聖地アンピジョーが燃えてるのは悲しい、切ない。私姿勢悪いからね、姿勢を良くしないと。こうしたらいいんだよ。こんばんは、お疲れフルシャーさん、結婚してありがとう。ありがとう、お疲れフルシャーさん、いつも配信見てくれて嬉しいだけ。ありがとう。うん、叩かないで、背中小顔見てこんばんは。7月までお話できなくて枕が涙でいっぱいです。あら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 、いっぱいだね。おきさんのコスプレね、あれですよね。したですか。おコピーが可愛いからです。うん。これ楽しみます。楽しもうね。ボーリング全員わかりました。ボーリング全員わかりましたよ。やっぱりお話し会でした納得するな。
こんばんは。めっちゃ可愛い、やった。ありがとうございます。こんばんは。ボウリング全員アンピーズ、そう、そうでしょ。そうですね。そうですね。好意を持って、好意を持ってって言い方おかしいですけど、私のチームアンピー優勝できそう。みんなみんなね、ボウリングみんなか知らないけど、今日そう教えてくださった方はボウリングもう全然やってないよって言ってたから、そうし、私もやってないし別に優勝目指さないから大丈夫ですよって言いました。そうですね、スペイベなので、目的はそちらなので大丈夫ですよ。私がいきなりスイッチ入っちゃったらごめんね。何のスイッチ入るか知らんけど、今日アンペの夢見る予定。うわ、ありがとう、見てね絶対。倍率のボーリングの倍率高そう。確かに、こんなに可愛い子がいたんだね。ありがとうございます。ポケモン、ポケモンね、いいね。お買い物客いいね。ポテンシャルで勝負するね。商品がタワマンだったら全然めちゃくちゃガチガチでやるよ。お前ちゃんとしろよっちってやりますね。そうね、楽しみましょうね。他のレーンの人たちが投げれなくなれば、おー怖い怖い。ちょっとね、スイーツとかですって言われたら、あ、別に楽しもうって感じだけど、タワマンだったらちょっとやるぞって感じで。いや、タワマンは誰しも欲しいじゃないですか。いや、ガーターとか投げたら、うんね、もうねですね。ボコボコの点点点になっちまいますね。普通のマンションの最上階ってタワマン2階にするならどっちに住む？あー、でもそれだったら最上階に住みたいかも。なんか高いところに住みたいっていうあれなので。まあ景品とかはないと思いますよ。ルルル、逆のご褒美、いや、ご褒美じゃないから。お話しかありがとうございました。ありがとう。プロボウラー庭付きの平屋が欲しい。あ、わかる、いいよね、確かに。ガタ投げたらアンナがこうやって帰ってこれないでしょ。ごめんね。スマホ、あ、タワマンに配達行ってるけど、スマホ電波逆に悪いって。それは嫌、嫌嫌嫌嫌ですね。確かに嫌ですね。ガレージ欲しい。あーね、男性方って車大好きですよ。車大好きですよ、言い方がおかしいですけど、いいですよね車。優勝したら好きなスイッチのソフトだったら頑張っちゃう。頑張っちゃう。純粋だから、純粋だからね、美味しい。テラスタルはね、今ねポケモンがテラスタルするんですよ。なんかここにね宝石がボーンってきて、テラスタルってなるんです。安否がいれば電波なんていらない。純粋とは、あ
純粋とは何でしょうね。純粋とは、純粋とは。アイさん、タコありがとう。アヒルみたいな、これがね、クワスっていうポケモンです。今の中心、中心なんか知らんけどはい、御三家です。御三家ですよ。自動車運転解禁はいつになりますか。卒業したらですね。優勝したら水着グラビアとかないですかね。あるわけないじゃないですか。おこです、おこです。クワスの頭はさ、髪の毛なんじゃない。なんかさ、ボサボサになるじゃん、多分。帽子、帽子じゃない、髪の毛ですね。はい、で結婚式をした時、送迎でリムジンに乗った。すごい、いいね、いいですね。圧がってきてる。え、別に今圧は食ってないですよ。クワス可愛いよね。そうだよね。アンピのアバターゲットありがとう。ああ、私最近そのタイの刺身を食べたって言ったじゃないですか。あれ愛媛で食べて BLT の撮影をしてきたわけ。 BLT さんの撮影をしてきました。そう、メールで送ろうって、ツイッターで送ろうかなって思ってたけど、ツイッターであげようと思ってたけど、お話し会とかぶってちょっと、うーん、ずっと悩がせました。香川じゃないんですよ。愛媛、うん、愛媛です。島で撮ってきました。楽しみにしててください。いつ発売かも私知らなくて、タイメス食べれてないんですけど、おすすめ食べたり、え、でもタイメスっぽいやつ、タイメスじゃないけどタイメスっぽい釜飯みたいなの食べて、1000円ヘクサ使わないと。みんなスクショしといて、これ、これスクショしといて、買ってくれるんだって。1104冊。水着じゃないですね。でも海ちょっぴり入りました。で日焼けして私は病みました。今も病んでます、結構。今ね、私昨日一昨日もう本当にダメで、ダメダメで、っていうのは本当にその撮影で日焼けをしたのをすごくすごくすごい、今もちゃんほら日焼けしてるじゃん。もうそれすごい嫌で病んでて、一昨日なんか死ぬほど病みまして。そうなんですよ。でもね、そう、楽しかったので。日傘で撮影してるから日傘させないでしょ。そう、一人で撮影して、サイアンと一緒じゃないですね、ソロなんですけど。そうですね、日焼け止めたくさん塗ったし、スプレーもしたんですけどね。だからもう日焼けしたって言われたら私は結構怒ります。あ、日焼けしたって、なんか私が日焼けしたって言って、あ、日焼けしたんだはいいんですけど、え、アンピさん日焼けしたよねって言われたらちょっとイラってします。絶対もう結構自分の中でもう本当にはぁっていうポイントなので。そう、雷さん可愛い、ありがとう。でも楽しい撮影だったから、あんね、海にも入りましたし全身は入ってないですけど。そう、楽しかったのでぜひ見てください。かみどりさん可愛い、ありがとう。そうなんですよ。うさぎの島じゃないですね、どこだっけ、なんかね、
あ、なんとかみ島ですね。ノアミョン隣緊張したごめんねでもね私も緊張してた、すごくどうしようと思ってずっとニクニクしてた、とニクニクしてた。せっかく変化に気づいてくれたのに、もう本当に嫌です。うちは日焼けをしないっていう今年の目標を掲げてたんですよ。女の子難しいじゃないですよ。日焼けをしたのは誰だって嫌じゃないですか。日焼けをしたくてなんかそういう行くっていう人もいるじゃないですか。じゃなくて私は日焼けをしたくないとずっと根源を倒れましたので、すごくショックでショックなんですよ。こんがりだね。 OK OK だと思って言ってるゆうまさん好き、ありがとう。 STU48 2期生川本アナです、ありがとうございます。別になんかその顔まで海に使ってないから日焼け止めが水に強いやつとかどうとか関係ないから。大三島です。それそれ、海冷たかったけど海っていいなって思いました髪切ったら気づかないですが、日焼けは気づくタイプです。よくないよね年から年中君が好きだ、ありがとう、好き飾りありがとう。ドラ気づいてる、光合成できたと思えばお世話になる、やんだ魚泳いでたよ。山に行く私でさえ日焼け嫌だから、日焼け嫌だよね。日焼けやりたい人もね。これから夏始まるからまだ迷惑そう。なんでそんなこと言うの。もう、私のこの苦しみを。私は個人的にね、私は個人なんかそのなんて言うんだろう、やっぱやめよう。海の照り返しが一番しんどい。ああ、そっかそうだね。魚見て、あ、魚いるなーって思いました魚いるなーって思っただけですよ。聖地になった、みんな行ってね、行ってください。ワンちゃんかな、そう、犬です。もう大っ嫌いもう大っ嫌いアンの専属の日傘持ってるお仕事したい。県ニュース、いっぱい話したのにありがとう。もっと話そうねこんな可愛い子が広島にいるなんて、よろしくお願いします。麦わら帽子ね、犬ありがとうね熱帯魚派、あ、そうなんだ。何が好きなの。熱帯魚の中でもいろいろあるじゃん。早く私ピーナッツに会いに行かないと、ピーナッツもいなくなってるかも。え、ピクルスも会いに行かないと、ピクルスピーナッツ推し犬に会いに行かないと、明日も会いに行けない。ワンちゃんやばいです。分けてあげたくなってる。嬉しい。分けて。グリーンネオテトラとか。群雄する。土日ピンチだよね、それ直すけん。
売れピーナッツちゃん、売れピーナッツちゃん、ピーナッツとピクルス早く会いたい。通ってます。2日通った。どうしよう、もういなくなってたら話しかけられる店員さんになっていてほしいな。話しかけられる店員さんいてほしい。でもね、一回対応してもらった店員さんはもう気まずいから、もう抱っこしてもら抱っこできないじゃん。だから話しかけやすくて、かつかつ前対応してくださった方じゃない方いてほしい。もういるかな、どうだろう、いないか。飼ってる魚の前でお話、え、見たい見たい。なんかさ、写真でとかで見たことあるけど、実際で見たことないか、見たい。集団で固まって泳ぐ魚が好き。そうなんだ、いいね。透明感すごい優しい、ありがとう、好き。アンピズの家にいる可能性。先端分け連番。そうですね。別にセンター分けが嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないですよ、本当に。ペットショップでセンター分けの人は話しかけづらいよねっていう話で、別にセンター分けは好きですよ、好きですよ、好きですよ、好きですよ。誤解を生む言い方になってしまったけど、でも好きですよって言ってもなんかさ、なんて言ったらいいんだろう、なんかさ、そのペットショップの人が好きだったのでみたいな言い方になるから難しい、難しいんですけど、なんだろうね。髪を下ろさないで。センター分けも2パターンある。あ、そうなんですか。どんなパターンですか。ルーさん、付き合いありがたい。ステイホーデート2期生、かまた女です。ありがとうございます。ニュアンス難しい。ね。ね。なんて言ったらいいんだろうね。初見に抵抗あるとかじゃなくて。やっぱ、話しかけやすさっていうのは人それぞれあるじゃないですか。この人には話しかけやすいなとかあるじゃないですか。やっぱおしゃれな人って、あ、ちょっと違うなと思って話しかけづらいんじゃないですか。あ、高根の花だみたいな。そう、それそれそれ。おしゃれだった、おしゃれだった。そうですよ。でも眼鏡してないんで分かんない、コンタクトしてなかったんで分かんないですけど、そのうん、何の話じゃないでしょ。ペットショップの店員さんのタイプとかじゃなくて、そうじゃなくて、今の気に、そう、チア2匹、安否なのだけど、どういうこと。必死フォローしてるとかじゃなくて、なんだろう、なんだろうな、自分がどう思われてるか気になってるやつ。え、話しやすい。靴はあんま見ないかな。センター分けおしゃれじゃない。え、そうなんですか。おしゃれじゃ、おしゃれですよ。おしゃれですよ。え、そうそうそう、違うよ。ペットショップの店員さんがセンター分けだったから話しかけられなかっただけで、その髪型に抵抗があるとかではないですよ。そうそうそう、そのワンちゃんを抱っこしたいけど買う予定もないワンちゃんを抱っこしようとしている私に、そのセンター分けの店員さんは、店員さんに話しかけられるかどうかっていうということですよ。だから私が買う予定だったら声かけられた、でも買う予定じゃないから声かけられなかった。それだけですよ。そういうこと、わかる？わかってよ、みんな。そういう意味じゃないんだって。わかるでしょ、言いたいこと。わかった？わかった？買う予定じゃない服に、服、これ、このサイズありますか？みたいな。
試着して買う予定もないのに試着していいですかって聞こうと思うじゃん。その時にめっちゃちょっとなんだろう、髪ぐるぐるでめっちゃおしゃれな人に声かけますかってことむちゃくちゃ分かった分かりました。苦手じゃないですよスーパーでじゃ女の店員さんとかなんでそう私ね、うん、アスパーソンハート100ありがとう、ありがとうございます。毎回かけてもらえないってこと？おしゃれだからね。でも優しい雰囲気が出てますよね。そう、買わないのに抱っこさせてっていうことで、センター分け待ってますよ皆さんの。前髪切りました、ちょっと前に。そういうことだよ。分かったか、分かったかみんな分かったか。話すか、お疲れ様、ありがとう。フォローが必死、こういう言い訳を言うと、言い訳というかこういうことを伝えるとフォローしてる感じになっちゃうよねなっちゃうだけ。優しいとかじゃないよ。いや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 、違いますよ。どんな髪型も素敵だよねっていう話ですよ言い訳していいわけえ、ジャムズさんポップアップ大阪でもやるみたい。え、そうなの、行きたい。そう、東京行けなかったから行きたい。お話し会、センター分け待ってます気づけないかもしれない、やってても。そうね、優しさを出してるかどうかよ結局は。違うんですよ、その店員さん悪口じゃないですよ、悪口じゃないけど座ってたんですよ、なんかレジのところで座ってたんですよ。だからより話しかけづらかったんですよっていう、そもそもの問題が。立ってたらまだ分かんない、若干。怒ってないですよ。なんで怒る、怒ってるってなるんですか。うーん、今怒った久々オンライン話し会参加してみたいけど緊張して参加待ってます。やんたろうさんラブレターありがとう、あっちゃさんラブレターありがとう楽しみしてます優しくない、そんなこと言ってない、ごめん好き、あ、ありがとう。お金出さんのお菓子食べるじゃないよ、ということでね、ということでね、無事になりましたね。もうちょっとで終わりたいと思いますよ。怒ったんな、嘘もやんな、かまたんなダダゴネアンナです、こんばんは竹松さんかわいい、ありがとう。わかったか、みんなわかったか、おいくしさん、わーいみんなじゃがいも、じゃがいも、じゃがいも、今。安平の子可愛すぎて、ありがとう。ハイボーとか言って、なんだよこいつ。流した。泣かされた。ポテチに加工されます。ポテチ好き。発表会？あ、誰泣かされたんや、うん、メイクイン、あ、いいね、泣いちゃった、可愛かったら OK ですフ俺らが悪いみたいや、あ、目薬刺さないと、何があった、そうね、何があったって感じよね、泣かされたんです、ファンの人に。え、大丈夫か、危ない、
泣かされました。ファンの人に アーナちゃん泣かせた。鏡がなくて泣いちゃう。鏡鏡がないよ。鏡の街どこ行ったんだよ。危ない、助けてみんな。わーわー、あー、ちいかわ。え、今日さ、ちいかわさ持ってあったわ。ここに隠してた私。わー、今日ダメだ、危ね。キルカン抜かれたら負けるわ。にぎやかな。僕だって泣いちゃうよ。なおともさん、ありがとう。クレマさんさん、クマちゃん、ありがとう。ありがちゃん、クマちゃん、かわいいな、ありがとう。などさん、ありがとう。泣かないで。みのるさん、タコありがとう。タコかけじゅうありがとう。ミスターさん、パチパチありがとう。やめてよ、パチパチやめてよ。そういうことが子供やん。話し会楽しかった。泣かした人手あげなさい。先生、先生、うーん、おうって書かれちゃった。おう、見えるか、ほら、泣いておる、泣いておる。楽しかったね、楽しかったね。あ、垂れてきた。嬉し泣き。朝慰めに行きます。猫するなら誘ってくださいよ。なんで来なかったの、どうしたの。ファンの人に温度されました。温度されました。目すっきり。そうね、目すっきりしました。ゴルフさみまだしてないですね。嘘泣きじゃない、嘘泣きじゃないよ。終わります。仕事だった、猫見たから。仕事お疲れ様、また会いに来てね。猫あるよ、ご褒美猫だよ、ご褒美猫あげよう。仕事を頑張っていた人は、いい職人技。あ、かわいい、ありがとう。マリさん、オツさん、ありがとう。生えてきた、生えてきちゃった。嬉し泣きさせたくなってきた。させてみろ、ご褒美ください。いや、ピンでくっついてますね。可愛すぎる、やった。ワンワン、三田さん可愛い、ありがとう。ワンワン、あん、あおー。何
何かあるの？なんもないです。見返りは求めちゃダメですよ。カズキンさん可愛い、ありがとう。にゃにゃ、今日本当にそろそろ終わりたいと思います。見返りは求めちゃダメです。よし、明日もあるからね。明日も楽しみにしてます。早い、うん。ベイマックスなんて一生もベイマックス大好き。笑わせるので最高。笑いすぎて涙出ちゃうかも、いつか。ゆっくり休んでください皆さん。ではありがとうございました。明日も楽しんでいきます。スクショタイム。どうしたより好きだよ。明日はね、コナちゃんにもらったドレスのやつ見ますね。あ、見ないと見ないと。2時に更新か。じゃあ明日見るわ。見ますね。ではありがとうございました。今日も配信を見てくださりありがとうございます。たまに説明参加できる、 ありがとう。では壇上見ます。いっぱいスクショできた、満足。わお、大好きな人ポーズお願いします。あ、これピーナッちゃん明日も会えない、悲しい。元気でね、ピーナッちゃん。絶対頑張ったよ。頑張って、何を頑張るのかは知らないけど、昨日、なんかさ、TikTok でさ、たまたま見たんですけどね、広島で、なんかね、はれ、なんだっけ、これ、さ、なんかさ、こうやって髪をさ、バンって叩くやつあるじゃん。あるじゃないですか。あれをやってくださいみたいな、JK に頼むみたいな、なんか TikTok やってる人いるんですよ。最近やし、本通り行った時見かけて、すごい、ふわーってなった。なんか有名人に会った気分になりました。TikTok って、あ、ハリセンだ、ハリセン、ハリセン、ハリセン、 TikTok ってすごい影響力だなって思いましたね。なので皆さん TikTok もご覧ください。そしてオリコちゃんの動画もぜひ無料で、あのファンクラブじゃない方も見られるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。こんばんは。はい、いっぱい見てください。やったの、やってないでしょ、通りかかった。ではアンナに、アンナにハリセンしてもらうスピーピーがあったらぜひ待ってます。では壇上見ます。13位山太郎さん、12位しおりさん、11位おつさん、12位かずのりさん、9位大輔さん、8位あいさん、8位かずきんさん、6位なおともさん、5位ミスターさん、4位おかっぴさん、3位ポケモサランさん、スキピ、2位ミノルくん、ミノル、ミノル、スキピ、1位マルさん、大スキピー、ありがとうございます。皆さん今日一日いい一日を過ごしてたら嬉しいです。オリコちゃんのペンライト今日まで、ああありがとう、グッズぜひ、オリコちゃんのペンライトのフィルムみたいなやつぜひゲットしてください。ではありがとうございました。今日楽しかった、よかった、お話できて嬉しかったです。魅力的なメンバーがより認知されますように。ありがとう、嬉しい。皆さんありがとうございます。配信を見てくださり、フライングハイしないで。フライングハイ警備員なので。ではありがとうございました。まだね、バイチャラポ。おや、おやすみ、今日もやろう。ハイしないで、めっちゃ楽しかった、ありがとう。プルール、さらに向こうへプルスルトラ、頑張っていきましょう。おやすみなさい。なともさん、かわいい、ありがとう。ありがた、あがとうショコラ。あとありがとう、シングさん。では、高圭さん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。
レモスタもありがとう、パワー。ねえ、はい、死なないだ。で、ありがとうございます。はい。